皆さん毎度です。マッドです。本日は、洗車に行ってまいりました。この陸上の相棒である僕の BMW なんですけども、カーセンサーで調べたら今だいたい30万円ぐらいで出ている激安の中古車になります。2008年に購入してすでにもう15年ぐらい経ってまして、やっぱりこの洗車をするとですね、金ピカエっていうかピカピカになるというのがこの車のいいところでもあります。やはりドイツ車のコーティングというか塗装は最高なんだなというふうに最近感じております。で、最近花粉の影響もあってですね、これだけドロドロになってましたんで洗車しないといけないなってずっと思ってまして、何よりですねホイールが汚いというのがこうちょっと今の悩みではあります。まずは水をかけてですね、上に乗っているホコリですね、こういったものを落としていきます。まあ洗車の基本ですね。まあ、この動画をいつも作ってるのはですね、前回いつ洗車したかなっていうのをですね確認するためでもあります。なので再生数がどうとかっていうよりもですね、自分のルーティーンといいましょうか、日記というか備忘録ですね。今回はこのソナックスのホイールクリーナーを新しく導入しました。いつも使っててなくなったので昨日買ってきました。やっぱりドイツ車にはソナックスじゃないかなと勝手に思っております。で、最近はこうやって擦らないとですね汚れが取れなくなりました。以前は洗車場に入れてこう水でかけるだけで汚れが落ちてたんですけど、もうだいぶコーティングが落ちてきたようです。綺麗になりましたね。こういったネジ穴というかボルトのこの穴とか隙間も、こうやって取っていきます。形はいいんですけどね、掃除がめんどくさいっていうのがもう本当最大の欠点ですね、このドイツ車の。で、今回はソナックスのこれを、ホイールコーティングを買ってきました。明日から完全に乾燥してからってまた施工しています。はい、次にボディシャンプーですね。本格的な洗車に入ります。ボディシャンプーは、ジーオンの、シャンプーを使ってます。ただいまいちなんか泡立ちが少ないって感じがしてしまうんですよね。まあ汚れが取れてるから別にいいんですけど、まあ、こんな感じで隅々まで擦っていきます。はい、一通り終わりましたんで、水で流していきます。この時点でですね心なしかコーティングができているような感じになってます。気になるところサクッとこう拭いていきます。はい、適当に拭いた後にジーオンのコーティングをしていきます。このウェットコーティングですよ。これがむちゃくちゃいいですね。しかも簡単です。かけて水をかけるだけです。これだけでいいです。しかも効果が結構持ちます。しかもガラスの、ウィンドウとかもか、考え、なんていうか選ばなくコーティングしてくれますので非常に便利です。もうこの時点でもうコーティングが効きつつありますね。もうどんどこどんどこかけていきます。
このジオンのコーティングはもう非常におすすめです。もうすでにこんだけ効いてます。気持ちいいですね。もうどんどん水玉が落ちていきます。おーという感じですね。もうほとんど水滴が落ちていってますね。またこのジーオンのタオルがですね抜群でして、もうこれだけで取れていきます。この拭き取る瞬間が最高ですね。これを2枚持ってます。やっぱり1枚ではちょっと足らないですね、ボディを拭くには。一旦出来上がりましたんで仕上がりを見ています。ちょっと屋根がありますのでいまいち分かりにくいですけど、非常に綺麗になったんじゃないかなと思ってます。これ変えないといけないですよね。ほったらかしてしまってます。ああ綺麗になってますね。ボンネットを開けてですね、エンジン内部の細かいところの水滴を飛ばしていきます。エンジンも洗おうかと思ったんですが、見た瞬間そんなに汚くなかったので、もう今日はやめておきました。フロアですね。これでバーッとこう飛ばしていきます。隙間はどうしても飛ばさないと取れないです。こうやってバーッと飛ばしていきます。はい、終わりました。終了。屋外で撮影していました。カメラ同じ GoPro です。いやー屋外に出るとまだまだハッタリが効きますね。いや綺麗になりました。いいですね。2003年型ですので20年です。20年経ったボディということで全然大丈夫かなと思ってます。下手な日本車の方が色がくすんできたりするんじゃないかなと思います。これをこのまま維持していこうと思っております。ということで本日は洗車動画をお送りしました。まあ、こんな感じで定期的に洗車をしていけばボディの状態もまだまだハッタリが効くということをお伝えしておこうと思います。皆さんも愛車の方は大事にしてあげてください。それではまた See ya!